上海では封鎖措置に対する市民の抗議が続いていますが、アップルの委託先工場でも抗議が発生しました。抗議は中国のゼロコロナ政策を変えることができるのでしょうか。都市封鎖が続く上海で、地元住民と上海市当局との間で衝突が発生しました。衝突はいつか、クワンタの上海工場で発生しました。 クワンタは MacBook といった Apple 向けのデバイスを製造しています。工場の従業員たちは食料などを買いに封鎖された門を越えようとして警備員と衝突が発生しました。上海の都市封鎖が続く中、当局は労働者に対し工場で寝起きすることを強制しています。工場であれ、オフィスビルであれ、従業員は帰宅することが許されていません。事実上、上海の一部の職場は 隔離施設と化しています。しかし、上海の人々の抗議は無駄に終わるかもしれません。習近平総書記はいつか、中共政治局常務委員会の会議で、中共政府高官に対し、ゼロコロナ方針を揺るぎなく堅持するよう伝えました。中共のウイルス感染対策を否定する全ての言動と断固戦うよう命じたのです。 実際にはどういう感じのものなのでしょうか。こちらの映像には当局の感染症対策に逆らった女性の身に起きたことが映し出されています。女性は無理やりウイルス検査をさせられています。中共のゼロコロナ政策は国内でウイルス感染者を一人も出さないことを目標としています。厳重な都市封鎖と定期的な大規模ウイルス検査を行うことによって これを達成しようとしています。中共は現在多くの常設ウイルス検査所を設置しており、上海ではすでに9000カ所が完成しています。当局は今回のロックダウンが終了した後も厳しいパンデミック対策を常態化しようとしています。もちろん中国の住民は長期的な対策が自分たちを苦しめることになるのではないかと心配しています。 市民の生活全般に影響を及ぼさないような政策を導入してほしいです。結局のところ、私たちは住宅ローンや車のローンを抱えており、プレッシャーにさらされているのです。日本の野村グループの持ち株会社の100%子会社である野村証券の試算では、中共のゼロコロナ政策における経済的コスト、特に大規模なウイルス検査にかかるコストが示されています。 試算によると2日ごとに人口の70%を検査した場合、中国の GDP の8.4%、つまり1.3兆ドル、約170兆円以上に相当するとのことです。NTD ジャパンがお伝えしました。